にちは、デリシキッチンです。本日はキリンビールの提供でお送りいたします。まずは鶏もも肉1枚を用意し、厚い部分を切って厚みを均一にしていきます。それを一口大に切っていきましょう。ボウルにお肉を入れ、塩小さじ2分の1、酒大さじ1を加えて揉み込んでおきます。次に青ネギ1束分をすべて小口切りに切っていきましょう。今回は低糖質野菜の青ネギをたっぷりと使います。フライパンにマヨネーズ大さじ1を入れ、よく溶かしてください。そこにみじん切りにしたニンニク1かけ分を加え、なじませていきましょう。つけておいた鶏肉をフライパンに入れ、両面をこんがりと焼いていってください。そこに糖質が控えめなポン酢大さじ1を加えていきます。お肉にしっかりと絡めていきましょう。最後に青ネギを加えてさっと炒めたら完成です。ぽってりなのに糖質を、淡麗プラチナダブルに合わせてどうぞ。